それでは紳士淑女の皆様、突然ですがここに嘘つきゲーム開始の宣言をいたします。いやー、死にましたね。終了しました。はい、ご視聴ありがとうございました。嘘つきゲームだーん、ほら死んでしまった。それでは最後の処刑を行います。はい、どうも、サオでございます。本日はね、嘘つきゲームやっていこうと思います。絶賛風邪中ですが、皆様も、風には気をつけてください。ということでね、今回ね、なんか、これ無料のね、ランキングのなんか4位ぐらいに上がってたので、まあ、ちょっと撮ってやってみようと思います。まあ、面白くなかったらボツに行くんで、これ上がってたらまあ普通に面白いゲームだ。それでは、最後の処刑を行います。これね、全部読むとね、大変なことになるので、まあ、こういうゲームではあんま読まないようにしてます。各自目で追ってください。あ、重要なとこは読みますよ。なんだこれ。って言ったな。普通にやってた時も。で、落ちちゃうと。まあ、ここまで見ました。まあ、あとは見てないです。ああ、どうしてこんなことになったんだろう。今更そんなことを考えても、もう取り返しがつかない。どうして、どうして。いつか、みたいな感じで読めますよ。いつかまたあなたと。あなたと？あ、これ10分区切りにしようかな。いちいちツイッターでつぶやけるんだけど。終了しました。はい。ご視聴ありがとうございました。嘘つきゲーム。ということでね、1日前、2日前、3日前、急に勘って出たわ。あそこまで見たわ。4日前、って感じで遡っていくって感じですね。これがプロローグですかね。数日前。ちょっと広告気にしないでくださいね。あ、多分下カットすればいいんだ。うん、どこだ、ここ。よかった、意識が戻ったみたいですね。大丈夫ですか？この美少女は誰だって、もういきなり性欲をね、目覚めさせていくスタイルでございますが。で、メガネ。気がつくと俺は見知らぬ場所にいた。まあ、大体あの、デスゲーム系っていうのは、見知らぬ男女、見知らぬ部屋、見知らぬ扉。これ鉄板ですから。そして、奇怪な音。コミカルな、キャラクターがね、もう鉄板ですね。もう超怖いんですけど。ほら。言った通り。もうこういうコミカルなキャラクター。デスゲームの不気味さを増すために作られる。まあ、若干愛らしいが、まあ、愛することはできないような、このコミカルなキャラクターというのはね、付き物でございます。やっと最後の人が目を覚ましましたね。主人公は最後に目を覚ますっていうのも鉄板でございます。なんだこいつ、人形。どうぞ皆様ご機嫌はいかがでしょうか。私の名前はピョートルと申します。以後お見知りおきを。それでは紳士淑女の皆様、突然ですがここに嘘つきゲーム開始の宣言をいたします、みたいな感じですよね。嘘つきゲーム、こいつは一体何を言ってるんだ。早くこっから出せよ。それでは早速ルールを説明します。突然ですが、皆様の中に殺人鬼がいます。あ、まあこれ人道式ですかね。釣っていかなきゃいけないと。我々の中に殺人鬼、何バカなこと言ってるんだ。きっとテレビのドッキリか何かだお。だお。一体何が起きているんだ。ルールは非常にシンプル。皆様の中に殺人鬼がいます。殺人鬼だと思う人を選んでください。選ばれた人間は問答無用に処刑。まあ、釣りですね。これ完全に人狼をもじってる。もじってる人狼をね、なんて言うんでしたっけ。うん、ちょ、忘れましたが、人狼パクってるじゃない言い方ですね。殺人鬼が全滅。全滅？こっから脱出することができます。制限時間内に全ての人狼じゃない。殺人鬼を処刑しなければ、殺人鬼以外の人は全員処刑にされてしまいます。まあこれ完全に人狼よりも人狼が有利なシステムになってますね。制限時間は7日間。誰が殺人鬼か見抜いてくださいね。ドキュンって。突然俺の後ろにいた男が怒り出した。まあ怒り出すキャラ、デブ、冷静な女、美少女、ヒロインっていうのはこう鉄板ですから。
あと冷静な男。ちょっとやめてください。あ、どっからぶっ壊せるんだ。いてて絶対痛くない。あ、でこれ最初に死ぬんじゃないの。私に危害を加えると重たい罰がありますよ。まあ、お前みたいな人、まあ、これで、殺人鬼じゃねえや。まあ、どう、恐ろしいゲームだということをね、こういうキャラにが死ぬことによって、参加者、またやってる人、見てる人に思い知らせていくっていうね、スタイルですね。ダーン。ほら。死んでしまった。で、みんながね、本当にデスゲームなんだということをね、知っていくと。怖い怖い怖い。おっとっと、私としたことが感情的になってしまいました。そんなおバカさんをほっといて嘘つきゲームスタートです。そう言うと、ピョートルが、とかいう不気味な人形はいなくなってしまった。はいはいはい。一体ここなんだっていうね、やりとりですね。ドアノブがない。どこかに落ちてないかな。めっちゃ下に落ちてる。気になるところをタップするとアイテムを入手できます。キャラのシルエットをタップするとキャラと話をすることができます。まあ、これはもうスクロールできないみたいなんで、これ拾っていきましょう。ドアノブでございます。なんでこんなところにドアノブが。とりあえずは次はドアを調べてみましょうか。ドア歪んでますからね。これ設計上開くのがちょっと怪しいとこなんですが、まあ、ドアノブがついてない。ドアノブを取り付けるってこう一方的にさあ、こっち側か、あっち側から蓋するみたいなイメージだったんだけど、こっち側から差し込むだけでつけられるものなの。扉の向こうはどんな風になっているのかちょっと怖い。もうあんた頼りないわね。ドアを開けてみましょうか。そうだね。何か罠があるかもしれないし、気をつけてドアノブを回してみよう。回す。開いた。少し怖いけど中に入ってみようか。そうですね。ここはどこだ？窓が一つもない。出たこの曲。フリー音声ですね。ホラーにありがちな。知っていることを共有。意識、面目がなく、目が覚めると部屋に連れてこられた。全員初対面で誰も知らない。このゲームについては誰も知らない。ならこの状況でできることは、あの人形の言う通りに従うことだけ。この中に殺人鬼がいるってことですもんね。それはわからないけど、とりあえずお互いのことをもっと知っておいても損がないと思うな。その後みんな自己紹介をして最後に俺の 1,2,3,4,5,6 人しかいないの？少なくない？俺の名前ってなんだ？俺はここで初めて自分の記憶がないことに気づいた。名前や過去の自分全く思い出せない。これ、じゃあ殺人鬼側は覚えてるってこと？これどういう風に殺人鬼だよって言われてんだろう。もう、鼻から殺人鬼なのかな。名前も？うん、なんか意識がぼんやりしちゃってて。あ、そっか。主人公だけか。自分の言うこと、自分のことを言えない事情でもあるみたいだよね。いや、だったら嘘つくけどね、俺だったら。君が殺人鬼じゃないとは言い切れないじゃないか。やばいやばいやばい。もうお決まり。主人公は最初に疑われると。殺人鬼っぽい顔。どんな顔してんの？私も、混乱して、彼も混乱してるみたいだし、まずはちょっと休みませんか。ならどう見ても怪しいこいつを釣って早く出ようよ。釣り。初回釣りですね。彼が殺人鬼と決めつけるのは早いと思います。その通りだよ。怪しすぎだよ。まあでも殺人鬼もさ、まあ、殺人鬼じゃないにしろ、このゲーム人狼と同数になったら負けってルールはないからさ、まあ、殺人鬼と殺しちゃえばいいんだよね、他の人ね。まあ、さっきの人形、建物の中には、参加者の嘘にまつわるヒントがたくさん隠れています。ゲーム感覚で相手の嘘を見抜いてください。殺人鬼である証拠、探索開始、嘘つきゲーム1日目。OK、行きましょう。探索して終了になりそうですか、このパートは。約束。子供が書いた契約書だろうか。下の方には血の跡。結番？結番って読む。なぜ子供がこんなことを。
誠実、あ、人形画もあるんだ。アイドルのミクに似た人形だ。うん、なるほど。ちょっと話しかけられないのか。キリガヤマサキかな。医学部を目指す受験生、優しい人から人に危害を加えるようには見えないが、見えない振る舞いを見ていると頭が良さそう。記憶がない。こんな状況なの信じてもらえないですよね。君を信じたいんだけどね、ちょっと怪しいと思っているよ。ごめんね。はいはいはい。ここはいいでしょう。ちょっと女の子のとこ行きましょうか。まあ、タップできるところは女の子しかなさそう。沙織、都内に、の高校に通う女子高生、正直めちゃくちゃタイプ。とても嘘をついているようには見えないし、まして人殺しなんてできそうにもない。スーツを着た人、ちょっと怖い。あなたのことを責めすぎ。まあ、最初疑う人って、割とね、逆に怪しいみたいなとこもありますからね。すごくタイプだ。いいわ。性を全開にするな。倉庫。日記らしい。また小学生ぐらいのこの字。お父さんとお母さんと一緒に動物園に行きました。楽しかったです。なぜこんなところに。まあ、子供の絵っていうものはね、非常に不気味なんですよ。不気味なところで見たら。で、不気味じゃないところで見たら、非常に微笑ましいと。結局感情によってね、人間の恐怖は作られていくのではないでしょうかという話。これはレコーダー。何が録音してあるんだろう。ごめんなさい、ごめんなさい。もう二度とこんなことは。ギャー。死にましたね。それと、録音終わるの誰をしたね。この人殺されたのか。いや、まさかな。あまり想像したくはない。ここは誰のためか何のために作った場所の。今人気急上昇、上昇、上昇中のアイドルグループ。絶対永遠少女のメンバー。サバサバした性格で隠し事などできなさそう。いやー、そういうことはないと思うけどね。思ったことを口にしてしまうのでイラつかせる。まあ、さっきのやつですね。あんた本当に名前も覚えてないの？やっぱサラリーマンの、大里武さんだっけ？あの人が言う通りあなたがさ、嘘やん。え？記憶がないなんて一番怪しいもん。何を言っても信用できないわよ。証拠を見つけないと覆せないですね。まあ、この一回覆せば、リードを取れるんで。一番最初に殺されたヤンキー男の人形。サラリーマンに似た人形。まあ、上にちょっとなんかありますね。子供の借金。くるみ割り人形を嬉しそうに抱えてる。顔が滲んでいてよく見えない。なんなんだこの子は。子供には悪いが、こんな部屋に置いてあるとかなり不気味だ。まあ、ですよね。柳聖子謎、殺人鬼とは思えない。しかしあまり自分のことを語ろうとしないミステリアスな雰囲気を漂わせている。まあね、まだわからないですね。全然わからない。参加者に似た、人形が置いてあるので観察していました。特別疑っていませんよ。勘違いしないでくださいね。私は全員を疑っているだけです。まあ、そうですね。聖子さんは冷静に現状を分析しようとしているな。意外と頼りになりそうなキャラではある。ちょっとサラリーマンいないけど、2階とか行けるってことはありますね。まあ、じゃあ次回、次の回、探索していこうと思います。ご視聴ありがとうございました。どうなるんでしょうか？まあ、非常に気になりますが、ここで切らせていただきます。次回も見てね。バイバイ。